さあ、それではイベント開始のお時間となりましたので始めていきたいと思います。皆さん、こんにちは。ちょっと元気が足りませんね。もう一回いきますよ。こんにちは。ありがとうございます。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。それではイベントを始めていくにあたって、まずは簡単にベルーガたちのことを紹介していきたいと思います。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間で、ここ日本では白イルカと呼ばれるほど体が白いことが特徴的です。そしてここ名古屋港水族館では、そんなベルーガを現在4頭飼育しています。今回のイベントではそのうちの2頭が出てくれるようです。それではまず1頭ずつこのアクリル面に呼んでいきたいと思います。それでは最初は未来にやってきてもらいます。さあ、未来やってきてくれました。こっちだよ未来。はい、皆さんこんにちは。マヒレ振ってくれています。未来、名古屋港水族館生まれオスのベルーガです。よいしょ。はい、こんにちは。ベルーガ、このように首がよく動くことも特徴の一つなんです。さあ、未来、さあ、上手に挨拶することができました。未来、後ほどもう一度登場してもらいます。それでは次はもう一頭のベルーガ、ナナにやってきてもらいます。さあ、ナナ、上の方からやってきてくれますよ。お、横から来ましたね。さあ、ナナやってきてくれました。こんにちは。さあ、そして名古屋港水族館生まれメスのベルーガ、ナナです。こっちこっちだよ。はい、こんにちは。そしてご存知の方がいるかと思いますが、現在ナナ妊娠中です。お腹の中には赤ちゃんがいるんです。ぜひ皆さん、ナナとお腹の中の赤ちゃん、温かく見守ってあげてください。さあ、ナナも上手にご挨拶することができました。さあ、ベルーガたちの紹介が終わったところで、ここからが本題です。今回はベルーガの不思議な魚の食べ方を紹介していきます。野生のベルーガは魚の他にイカやタコ、エビやカニなど全部で50種類から100種類もの餌を食べていることが知られています。そしてその中にイカナゴと呼ばれる魚があります。さあ、皆さん、こちらのパネルご覧ください。あ、結構年季が入っていますが、お気になさらず。さあ、2頭のベルーガがいます。そしてこの下には、さあ、分かりますか、魚が隠れています。このイカナゴという魚は砂に潜る性質を持った魚なんです。野生のベルーガはこの砂の中に潜るイカナゴをどのようにして食べているのでしょうか。今回はそれを皆さんに見ていただきたいと思います。しかし、この水槽に砂とイカナゴをドバッと入れるわけにはいきませんので、今回はある実験装置を用意しています。それでは実験装置下ろしてください。さあ、ここでお客様にご案内いたします。立ち見を希望される方、最後尾へとお願いします。それ以外の方はしゃがんでの観覧にご協力をよろしくお願いいたします。そして写真撮影ですが、フラッシュ光らないようにお願いしますね。さあ、もう通過すでに降りてきました。そしてこの筒の中には魚が入っています。今回はシシャモという魚を代わりに代用しています。ベルーガたち、当然この筒の底には口届きません。さあ、どのようにして食べるのでしょうか。それでは最初に未来に見せてもらいましょう。さあ、未来やってきてくれますよ。さあ、皆さん、餌の食べ方注目してみてください。さあ、いきますよ。せーの、よいしょ。さあ、皆さん、いかがでしょうか。さあ、未来、上手にお魚食べてくれています。何が気になるのでしょうか。さあ、外れた魚を上手に器用に食べてくれています。さあ、未来、どうやって魚食べているでしょうか。お、ありがとうございます。
今吸っているという声が聞こえてきました。大正解です。そうなんです、未来魚を吸い込んで食べています。しかし未来ですね、魚を吸い込む前にある行動をしているんです。それではもう一度よく観察してみましょう。さあ行きますよ。あ、今です、今。あ、わかりますか。お、そうです、実は未来吸い込む前に口に水を含んでそれをふっと吹き出しているんです。そしてファッと舞い上がってきた魚を吸い込んで食べているんです。さあ未来結構頑張って食べてくれていますね。お、未来戻っていきました。魚まだ半分ほど残っていますので次は7にやってきてもらいます。さあ皆さん、一番最初が分かりやすいです。さあ皆さん行きますよ。一番最初見ててくださいね。それ分かりますか。ふうふうと水を吹き出しているの。ベルーガたちの口元は私たち人間と同じように柔らかい筋肉でできています。筋肉でできているので口元をうという形にすぼめることができるんです。ベルーガは口をすぼめることでこのように簡単に水を吹くことができるんです。さあ、7満足したのでしょうか。戻ってきました。お、魚今日は完食ですかね。お、素晴らしいです。それでは実験装置上げてもらいましょう。さあ皆さん、ベルーガたちが餌の魚をどのように食べているかお分かりいただけたでしょうか。ここからはこの2回目ならではのベルーガたちの種目を紹介していきたいと思います。さあまずは、さあ今ただいまベルーガたち口元を使っていましたよね。ベルーガたちはこの口元を使って泡のリングを作り出すことができるんです。私たち飼育員はバブルリングと呼んでいます。それではそれを未来に挑戦してもらいましょう。さあ未来やってきてくれるかな。さあやってきてくれました。さあ皆さん、一瞬なので見逃さないようにしてくださいね。いきますよ、よいしょ。さあいかがでしょうか。ちょっと薄かったですが、さあこっちでもう一回やってみようね。さあもうちょっと近く、よいしょ。さあいきますよ、せーの、よいしょ。さあ皆さん分かりますか。よし、よいしょ。それでは未来ラストいくよ、せーの、よいしょ。お、いかがでしょうか。一番濃いのができたんじゃないでしょうか。さあ未来上手に決めることができました。さあそして今口からリング作っていましたが、実はベルーガたちこの頭の上にある鼻の穴からリングを作ることもできるんです。私たち飼育員はエンジェルリングと呼んでいます。さあ7にそれを挑戦してもらいましょう。さあ7やってきてくれませんね。さあ7もう一回やってきてくれるかな。さあ7こっちだよ。お、やってきてくれましたね。さあ皆さんいきますよ、せーの、よいしょ。今日は一発目から綺麗なのができました。さあならこっちでもやっていこう。さあいきますよ、せーの、よいしょ。おっ、今日とても上手です。ありがとうございます。ななどこ行くの。さあ上手に決まったようですね。さあななが上手に決めてくれたところでイベントは終了にしたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。さあとても上手に決めることができました。最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。この後も名古屋港水族館をゆっくりとお楽しみください。ご使用になられたマットは所定の位置に戻していただくようよろしくお願いいたします。